プロ野球ペナントレースの序盤戦も今竹縄、各地で熱戦が繰り広げられています。スタンドで観戦するお揃いのジャンパーの若者たち、いずれも高校や社会人で野球をやってきた青年たちばかりです。この若者たちは今年4月開校した日本野球体育学校の第1回生です。野球学校は静岡県天城湯ヶ島町の湯ヶ島温泉郷にあって全寮制、その名も江藤塾、日本野球体育学校百連寮。学校の日課は早朝の散歩から始まります。そして午前中は2時間の授業。学校を創設した元プロ野球選手の江藤真一さんは、もっともっとね、そういった最高のプレーヤーを、プレーを俺たちは目指してやる、そういうところにくどいけども、野球は根性じゃできないということを一番最初俺が言ったんだけど、やっぱり技術なんだ、技術、あれ技術だろ西川な、はい、パッパッと、これ技術なんだ、だから最高の技術をだね、その打つ、投げる、走る、作戦、ね、ディフェンス、いろんなその野球の面白さの最高のレベルのものをね、みんなに学ぶ前からだよ、俺たち長いキャリアのもとにその研究してあるからね、安心して一つ訓練に臨んでほしい。江藤さんはあくまでもアマチュアとして地域に貢献できる人を育てていくと意気込んでいます。本格的練習は5月に入ってからというものの、野球が好きで入ってきただけに生徒たちはボールを持つのを待ちきれない様子です。学校は2年就業で、6月頃には専門学校として申請、そして社会人野球に参加して鍛えていくとも言います。日本で初めて作られた野球学校に今各方面から注目が集まっています。